どうも、愛知です。自分ですね、先週からある目標をちょっと掲げてるというか、勝手に決めてね、やってるんですよ。で、何かっていうと、1週間に1冊本を読むっていうのを、ちょっと決めてやってるんですね。まあ、まだ2週目なんで、全然続けてないからね、まだこれからなんですけど。で、せっかく読むんだったら、まあ、学生の方がね、圧倒的に視聴者さんの中で多いチャンネルなんで、まあ、紹介したいもの、これちょっといいよっていうのができたら、まあ、書評とまでは言わないんですけど、こんな本でしたよって、こんな子におすすめですよなんていうの話をしようかなと思って一応ね、撮っております。で、先週読んだのがこちら、メンタリストのダイゴさんってわかりますかね。テレビとかでも結構ね、ちょこちょこ出てる方なんですけど、こちらの本、人を操る禁断の文章術、まあメンタリズムっていうのがね書いてありますけど、っていう本でございます。で、まあ自分はね、メンタリストのダイゴさんが、まあ好きというか、まあ尊敬をしてるので、で、読んでみたいな。これ結構前に買ったんですけど、読んでなくって、いつもそう、自分、そう、読まなくってですね。で、まぁ、ちょっと自分のためにもね、本読もうと思って始めたんですけど、で、今回読みましたと。で、学生の方にね、おすすめしたいかっていうと、まぁ、撮ってるからおすすめしたくて撮ってるんですけど、おすすめしたいです。ただ、内容に関してはちょっと難しいです。難しいし、まあ、文章術なんですよ。まあ、ざっくり言えば、そのメールとか、まあ、みんなだったら LINE とかもそうだと思うんですけど、LINE とか手紙とか、まあ、文章で相手に何かを伝えるときに、その伝わりやすくしたいとかね、まあ、いい文章にしたいというか、あとは、できれば自分が望んだものの答えが返ってきてほしいとか、もう望んだものの、望んだリアクションが返ってきてほしいみたいなのを、コントロールするじゃないけど、そういう風に持っていけるような文章ってどんな文章でしょうかみたいな感じの内容となっております。で、学生のうちになんでね、そのおすすめするかちょっとこうためらうというか、読みたい人は読んでごらんみたいな気持ちになるかっていうと、今の子たちっていうか、まあ、学生のうちってなかなか文章に触れないですよね。文章書くことがない。まあ、もちろん LINE はね、するでしょうけど、LINE なんてスタンプ、わらわらみたいな、そんなこともあるから、それは文章じゃないし、そんな長文で送ることとかなかなかないじゃないですか。で、メールとかも手紙を書くこともそんな多くはないので、ただただ、もしだよ、もしね、みんながじゃあ好きな子がいますと。ね、好きな片思いしてる子がいて、じゃあまあ LINE かわかんないけど、デートに誘いたいと。でさ、そのね、まあ、なんか友達付き合いが長くてさ、全然なんかノリで誘いますよだったら全然いいんですけど、そうじゃなくって、ちょっとかしこまって誘いたい時。それさ、誘うんだったら OK もらいたいじゃないですか。デートに誘うんだったら、どこどこ行こうよって、あ、いいよって言ってくれほしいじゃん。し、まあ告白もそうですけど、できればその自分が望んだリアクションが返ってきてほしいわけですよ。ね、OK をもらいたいし。だから、そういうものにも活かせるし、あとは、このね、まあ自分が一番思ったことは、この内容はね、まあちょっと難しいんで、その、例えば100のエッセンスが入ってるとします。ここの本の中に。100のなんだろうな、技とか知識があるとするじゃないですか。で、これは全部の本に言えることなんですけど、自分は例えば100、この中に入ってたとしても100全部覚える必要はないと思うし、俺には無理なんですよ、そんなことは。じゃあ何やるかっていうと、100あるうちの、例えば3とか4とか5個、本当に100分の5とかなんだけど、その5個のエッセンスというかその要素、だね。その技とかを抜き取るというか、それを自分に活かして覚えて、それを生活に活かすっていうために俺は本を読むと思ってるんですね。まあもちろん知識を増やすってところもあるんですけど。で、まあ普段、その長文のメールとかをさ、送ることが少ないんで、これを読んで技をゲットしました。じゃあそれを生活にすぐ活かせますかっていうと、学生の時は活かしにくいんですよね。すぐに活かせない。ただ、なんでかおすすめしたいかっていうと、その技というか、すごくね、大事なことがたくさん書いてある。で、それを、あ、これちょっといいな、これちょっと覚えておきたいなと思うのはみんな読んだ時にあるんだよ。絶対2、3個あるから。で、その2、3個を頭に置いた状態、だからこういう風に文章を書くときは活かさなきゃいけないんだよなと思った状態で生活していく。まあみんなが何歳かわかんないけど、じゃあ15、16、17歳とかだとするじゃん、なんか。で、その時に、そっからそれをちゃんと分かった状態で、もちろん、頻繁にはなくても、たまにそういう場面が出てくるかもしんない。メールを書かなきゃいけないとか、手紙を書かなきゃいけない、お礼状を書かなきゃいけないとかあるかもしんない。その時に、そういうことを活かして、あ、そういうこと書いてあったな、じゃあそういうことをちょっと大事にして書いてみようかなとか、そういうことをして、10年経ったら、もし、まあ、もちろん10年後にさ、違うね、いろんな技がまだ本も出てるからさ、また知識が更新されていくとは思うんだけど、でも、そういったことを覚えた上で、10年生きたら、まあ、25、6とかなるんだよね、10年後。俺、周りと相当差ができると思う。文章術に関しては。だから、自分はね、この本を学生のうちに出会いたかったと思って、すごく。俺も33でこれを読んでますけど、まあ、学生と言わなくてもね、ほんと、まあ、20歳とか、そのくらいで読めても、いや、これ違ったろうなと思うんですよね、かなり。
そう。だから、そういった意味で、よかったら読んでごらんっていう感じ。で、あともう一個、読みやすいんですよ、この本。難しいんですけどね。内容難しいんですけど。で、読みやすい理由が、例えば、あのね、文字が詰まってるの、ちょっと明るいからごめん。文字がね、詰まって、明るいな、ごめんね。見えるかな？ちょっと、見にくいけどね、行間とかが、すごく、待って。あのね、明るさを変えますわ。こうしたら見えるから。さあね、こんな感じで、行が詰まってないんですよね。あとこういうのって、例えばこういう事例、こういう時がありました。みんなだったらどう考えますかってなって、で、こういう、実際ね、こういう風にやったら良くなりましたよって言ってライトを明るくしていいですか？ごめんなさいね。っていうかあるわけですよ。明るすぎ、まあいいかいいか。ってなって。だから、こう、ただ単にわざわざとブーって読んでるだけだとさ、疲れたってなっちゃうんですけど、こういう時どうする？考えてごらんみたいな、そう、シンキングタイムがあるわけ。で、そうすると、やっぱりこう、メリハリをついて読めるし、当然、文章術をこう、書くためのそのプロというか、その人が書いてる、大悟さんが書いてる文章だから、当然読みやすくなってるから、そういった意味では読みやすい。自分も2時間ぐらいでサクッと読めましたんで、これに関しては。うん、かなと思います。で、あと、まあ、2015年に出たものなんで、3年前ですかね、約。3年前に出てるもんなんで、もしかしたら、古本屋さんとかでもあるかもしれません。もともとは1400円なんですけど、なんで、まあ、値がちょっとでも下がってればね、買いやすいかなと思いますし、漫画を買ってくれって言ってるわけじゃないんで、ちょっと文章、ね、うまい文、上手な文章書きたいんでとか、ちょっと理由付けとしては、例えば、なんか、文章、術読んだら、作文が上手くなるしって言ったから、受験とかに行かせると思うから、これ買って、みたいな。言ったら、いや、割と買ってくれると思うんだよね、親御さんに。ぜひ。と思いますんで、中身見れると思うんですよ。多分書店でね。だから中ちょっと見てみてさ、で、まあどうかな、ちょっと読んでみたいなと思うんだったら、ぜひね、手に取って読んでもらえたらなと思います。別に自分は、これを売り込むためのバイヤーではないんでね、まあそれを任せるんですけど。まあ個人的にはすごくいい本というか勉強になった本なんで、よかったら読んでみてください。